さんのにお礼疑うのかよお前ら。声が、声がちょっとふざけんな。声怪しいんだよな。全然伝わ、声が信用できないんだよな。東京そこ。なんで東京ちょっとマンサヤみたいち。マンサヤみたいちいねえのか。だからもう相談将来将来ね、愛を抱いて理想を叫んだ行き場のない愚者のメロディ。役職説明の方やっていきたいと思います。まず、グース陣営、クルー陣営ですね。こちらアストラル、能力を発動することで幽体離脱し7秒間自由にマップを動き回ることができる。幽体離脱中は画面はモノクロとなり、他のプレイヤーの名前や色、衣装を確認することはできません。声を聞くことは可能ですが、アストラル自身は声を出すことはできません。また幽体離脱中は、自分自身本体の方は無防備な状態となるため、安全な場所で能力を使うことをお勧めしますと。これクルー陣営なんでね、もしかしたら証言の裏とか取れるかもしれません。はい、で今回ダック陣営ね、2人パーティー、誰かに近づいて能力を使用すると、次の会議の時にその相手の声をヘリウムガス状態にすることができます。すごい、なんか高くなるそうです。面白いですね。はい、でもう一つサイレンサー、誰かに近づき能力を使用すると、次の会議の時にその相手をミュート状態にすることができます。喋れなくなるらしいですね。サイレンサーの能力をかけられた人はいくら喋っても会議中他の人に声は聞こえません。一度にミュートできる数は1人までです。これね、ミュート状態になるとその人にバッテンみたいなつくんで喋れないみたいな。なんでサイレンサーされてたということは多分言えないと思う。なるほど、そんな感じでございます。よし、おもろい、おもろい。え、あ、すごい、イエーイ、すごい、おい、おめえ白いな。あ、大丈夫か。はっちゃはっちゃ、マンサヤー。あー、死んでる。待って、誰、ちょっと待って、なんか明らかに声高い人いる。明らかに声高い人言ったぞ今。マンサヤー、マンサヤー、誰、ヨンサーって言ってる。マンサヤーが死んでる。あー、ハルトラム変えられてるよ。えぇ、ちょっと待って、お前めちゃくちゃ声高いよ。ちょっと待って、俺すれ違ったやつ言うわ。うん、頼むわ。じゃあ、はっちゃんの時間じゃない？はっちゃんほぼほぼ白いんじゃない？そもそも相方、いやでも相方にも濡れるっていうから。こんなに情報出せんのに俺疑うのかよ、お前ら。声が、声がちょっとふざけんな。声怪しいんだよな。全然伝わ、声が信用できないんだよな。東京そこ。なんで東京ちょっとマンサヤみたいち。マンサヤみたいちいねえのか。私、トッシーさんに入れて。大丈夫、大丈夫。え、トッシーさんやってんの？今右の部屋におったで。僕やってないですよ。はっちゃんにニューゲームをつけた時のはちゃはちゃはちゃんのことだったんですわ。あ、なるほどね。え、何投票ない。あれ、え、どうした。あ、どうした。あぶねー、ちょっと待って。おっと、つられた。あれ、これはつられてない。あの、パンクスバラバキミスイ、なんやねそれ。へぇ、あれ、これ、うわ、どういうことですか、みさとらんちゃん。あれ、医務室の、わあ、うわあ、から開いて、ランちゃんが喋れねえんですけど、はあ、うわあ、黄色い全然つかねえじゃねえか、あいつサイレンサーぶってたんや、あいつ。アブレジさんが、あ、なるほどですわ、これ。おーい、アブレジでさ、みさとらんちゃんからのあれを喋れてない。いや、ただね、さっきね、サイレンさんね、おい、黙ってるだけだと思います。阿部ちゃんが喋ってる時もミサトランさん一瞬この黄色く曰くついてたんで。あら、俺だよ、喋れねえの。セルフミュートの可能性。セルフミュートだろ、どう考えてもこいつ。あー、ほんとだ。どっちか喋れてないから、二人喋れてないから、もうどっちかが人外確定だから、どっちかミュートにしてます、これ完全に。まあ、くそ、ランちゃんどうなんですか。マイクのボタン、マイクのバー上げてみてくださいよ、ちょっと。ランちゃん、いや、両方喋れないからあれか。おい、ミサトラふざけんな、お前マジで。だんまり強い、これ。あ、クション、
あ、喋れない。いや、あんまり喋れない感じこれ。いや、そしたらはっちゃん。いや、わかんねえ。え、これむ、これあー、喋れんじゃねえか。喋れた。あぶねえ。喋れんじゃねえか。喋れんじゃないですね。最低やこいつ。いや、これ二人黙ると難しいな最後。本当の助け。バカ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 、くんな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 。いらない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 、本当にいらない本当にいらない。いらない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 。いらないいらないいらない。あ。今死んじゃった死んじゃった。足だけ残ってた。死んじゃった。爆弾で死んでるんだこれ多分。チャゲさん、どういう状況？喋ってて。チャゲさんが爆弾で死んでる。え、僕最後チャゲさんに渡しましたよ爆弾。え、待って、誰これ、声高いの。声高いの誰ですか？誰？メイ様でしょこれ。誰？メイ様や。おー、メイ様や。メイ様だ。私高いですよ。高い、高い。もうとんでもなく高いっすよ。ただでさえ高いのに、もうただで高いから。え、なんか何か見てないんですか、メイお嬢様。確かに。え？何？クソの人に寝る？めちゃくちゃ高い。高い夢自分で高くしたらもう聞こえん。覚えてないですかよね。覚えてないですか。セキュリティールームで3人ぐらいいて、なんか騒ぎ出したのよチャゲが。爆弾渡されたっつって、で俺にすげえついてきて振り切ったイメージ俺は。チャゲピの近くにいて爆弾渡せそうだったのはハッチャンアベレージと誰？3人ぐらいいてセキュリティ。僕渡されましたよ。え、じゃあハッチャンアベさん対抗ってことですかこれ？他にもいる。そこら辺つっとけば。いや、そうだけどね。まあでもどっちかつって間違えた。名誉嬢様に決めてほしいわじゃあ。ああいいね。マジだよ。俺ボタン押してんじゃねえか。大バカ。おじょう、おめふざけんなよマジで。バカ野郎。あまさかのアベレージもつるんだぞ絶対。くそ。初釣り。あらららら。あ、ランちゃん死んでる。ランちゃん死んでる。本当だ。俺のランをやった人は許しませんよ。平坂さん。え、工藤新一です。さあ、パーティー満載にできたの誰？はい、それ以外で。わかんない。僕、パン君とこれ始まってずっと一緒に行ったんですよ、今。最初から最後まで。うんうんうん、なので、二人ですよ。え、どういうこと？マンサヤカ名様ってこと？そうです、そうです。ランちゃんやったの。ってことですか？そうです、そうです。パン君ね、さっきの会議で。うん、僕喋れなかったんですよ。もう誰もいじんなくなったやん。で僕すれ違って、その時すれ違ったの僕多分トシンさんだけだったんで。そうじゃないですよ。でも今回のキルトシンさんできないからわかんないですよね。声変わってるよ。誰が？トシンさん喋って。はいはいはい。あ、変わってる。おい、最初に。おい、アベレージ。なんでして。アベレージ。使ったやろ。厳しい。眠れない夜。安心パパ、俺安心パパ。安心パパおるわ。初めてのブ。あ、ブチューしたな今。あ、お疲れ様でした。ういっす、お疲れじゃん。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。あ、じゃあ結構言っちゃダメだよ。すみません。あ、さ、ヘイは草。あちゃん草。ヘイは草。ヘイ。かわいい、かわいい。ヘダケニーね。ヘダケニー。聞かなかったことにしましょう。天上天下つなぐ花火かな。とこしえと刹那の出会い。するまちはするまちはする。